もしもし、プロデューサーさん。留守電なんだ。お疲れ様です。まあ、いっか。あれ？お兄ちゃん。留守電かな？お疲れ様。桃子だよ。もうすぐ。そろそろ映画の撮影が始まるけど、ちゃんと準備はできてる？もちろん、桃子はバッチリだよ。私も素敵な映画にできるように。台本も覚えたし。あとは、歌の予習も完璧かな。映画の主題歌、初めて聞いた時は、ちょっと難しいかもって思ったんだけど、先に台本を読んで、役作りをしていくうちに、歌い方が変わってきたっていうか、やっぱりしっかりしてる、ちゃんとした歌詞を書いた方がいいかな。この歌詞はこういう意味かなとか、こうすればもっと感情がこもって聞こえるかなとか、練習しながらそういうのを考えるの、結構面白かったよ。あとは、ホラーだから、歌でも芝居でも、みんなを怖がらせないとね。期待してていいよ。せっかくオーディションで選んでもらったんだもん。プロとして、いい仕事で答えないとね。ママ子もみんなも気合入ってるんだから、お兄ちゃんも、ちゃんとついてきてよね。だから明日は、絶対遅刻しないこと。わかった？それじゃあお兄ちゃん、明日からよろしくね。